にちは。朝日鍼灸整骨院の加藤正樹です。今回はのぼせの解消法をご紹介したいと思います。のぼせ、この時期10月11月ぐらいになってくるとのぼせっていうのがすごい増えてきます。あと、のぼせっていうのはすごい周りから見ているよりもはるかにしんどいですので、ちょっとこの解消法をご紹介したいと思います。まずですね、方法としまして、耳を引っ張るっていうことなんですけど、この耳のちょうどこの真ん中のあたりですね、この一番軟骨の硬くなっているところを両方持ってもらいます。で、このままゆっくりと裾に引っ張って、で、そのままゆっくりと緩めていきます。この引っ張る強さっていうのは特に痛く感じるまでやらなくても大丈夫です。で、この引っ張ったまま呼吸を止めずにゆっくりと緩めていきます。で、緩めたらそのまま5から6呼吸ぐらいですかね、つまんだまんまキープします。こうしてあげることでのぼせ、頭に血が上ってのぼせているのが解消されますので、非常に効果があると思います。なぜ効果があるかと言いますと、のぼせっていうのは、原因としては冷えることによってのぼせてしまうんですけど、その冷えっていうのはこの腎臓ですね、腎臓にすごい影響が起こって腎臓に熱がこもってしまうんですよね。腎臓に熱がこもることによってお腹が冷えて、お腹を巡るはずの気っていうのがすごい上に上がってきます。そうすることによって頭に血が上ってのぼせた状態になってきます。すごいこの腎臓っていうのと関係のあるその耳ですね、耳を引っ張ってあげることによってこの腎臓の機能を高めてあげて、このこもった熱を逃がしてあげる。そうすることによってこの気がすごい全身に巡っていきますので、のぼせっていうのも解消されます。またこの腎臓にこもった熱ですね、これが抜けてくるとこの脇腹もすごい締まってくるので、この無駄な贅肉を取りたいなっていう時にも非常に効果があります。皆さんもちょっとのぼせてしんどいなっていう時は試してもらったらいいかなと思います。それでは皆さん、来週お会いしましょう。さよなら。